アンドリュー・ジョーンズ、アンドリュー・ルドルフ・ジョーンズ、アンドリュー・ルドルフ・ジョーンズ、1977年4月23日体は、オランダ領アンティルのキュラソー島、ミレムスタット出身の元プロ野球選手、外野手、内野手、右投げ右打ち。日本でのニックネームは、AJ、MLB でのニックネームは、スマイルボーイ、ザ・キュラソーキットなど。ではアンドリューよりもアンドに近く。 アンドルー・ジョーンズとも表記される。MLB では、からまで10年連続でゴールドグラブ賞を受賞する守備と、から2年連続で40本塁が100打点を記録したパワーを持ち合わせた、MLB を代表する外野手の一人だった。アマチュアフリーエージェントでアトランタ・ブレーブスに入団。8月15日の対フィラデルフィア・フィリーズ戦において、19歳でメジャーデビューを果たす。 その年はわずか31試合の出場ながら5、本類打、13打点を記録した。この年のポストシーズンにも出場し、リーグ優勝決定戦、第7戦では、ポストシーズン史上最年少本類打を、ワールドシリーズ第1戦、第1打席で本類打を放ち、ミッキーマントルの同シリーズ史上最年少記録を更新。さらに、第2打席でも本類打を放ち、 同シリーズ初打席から2打席連続本塁が24年ぶり史上2人目も記録した。2、右翼手としてレギュラーに定着。153試合に出場して打率。231、18本塁打、70打点、20盗塁の成績を残し、新人王の投票で5位に入った。2は中堅手へコンバートされ、リーグを代表する外野手に成長。 自己最高の159試合に出場し、打率271、31本塁打、90打点、27盗塁の成績を残し、史上最年少で20本塁打、20盗塁を達成。9月13日には、MLB 史上6番目、球団史上最年少でシーズン30本塁打を達成した。また自身初のゴールドグラブ賞を受賞。 以後同賞を10年連続で受賞することになる。2は全162試合に出場。2はオールスターゲームに初めて選出される。この年の打率303は自己最高、また36本類が21盗塁も記録し、ハンク・アーロンに次いで球団史上2人目となる3連連続20本類が20盗塁を成した。2月20日、 年俸調停において2001年の年俸820万ドルを勝ち取り、マリアノ・リベラの725万ドルを上回る史上最高額となり、シーズン終了後に6年総額7500万ドルで契約延長した。2は打率、出塁率こそ平凡だったものの、51本類打、128打点で2冠のタイトルを獲得。本類打は、 のエディマッシューズとのアーロンが放った47本塁打を上回る球団新記録でもあった。得点圏打率207と勝負弱さが垣間見えたものの、この年の MVP 投票ではアルバート・プホルスに次に2位に入り、選手選出の最優秀選手となった。開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックのオランダ代表に選出された。 シーズンでは WBC に合わせ調整を早く行った結果本来はスロースターターであるが4月に8本塁打を記録した5月6月は失速したが41本塁打リーグ5位129打点同4位を記録したは6年契約の最終年のため5月に肘を痛めた後も出場を続け痛みがひどくなった8月以降は 鎮痛剤の注射をして出場し続け154試合に出場。打率222、26本塁が94打点と特に打率に関してはレギュラー定着以来自己最低に落ち込んだ。チームも2年連続でポストシーズン進出を逃した。オフの10月31日に FA となった。2007年12月6日にロサンゼルスドジャースと 総額3620万ドルの2年契約を結んだ。は、ドジャース待望の大砲として期待され、ジョーンズ自身も復活を目指す年となるはずだった。しかし、開幕からかつてない不審にあえぎ、挙句の果てに故障者リスト入り。後半戦は、守備のみでの試合出場が増え、メジャーデビューを果たした1996年、当時まだ19歳であった、自身の成績をも下回り、 1998年から10年連続で受賞していたゴールドグラブ賞を逃した。ドジャースは不審のジョーンズを放出することを決断。ジョーンズも出場機会が激減していたことから、2009年1月6日に残る年俸2210万ドルのうち、約1600万ドルを6年かけて支払った上で、ジョーンズが退団することで双方が合意。1月15日に、 ジョーンズはドジャースから解雇された。2月10日にテキサスレンジャーズとマイナー契約、出来高50万ドルを結び、自身初のアメリカンリーグでプレーすることとなった。レンジャーズでは、打率こそ2年連続で、220にも届かない状態であったが、前年と、ほぼ同数かつ、シーズン全体の、約半分の出場試合数で17本塁打を放った。一方、 守備面では10年連続でゴールドグラブ賞を獲得した経歴の持ち主であるが、指名打者としての出場が大半を占めており、外野守備についたのはわずか17試合であった。また、メジャーデビュー以来初めてとなる内野守備、ファーストも経験した。オフの11月6日に FA となった。2009年11月25日にシカゴホワイトソックスと50万ドルの1年契約を 結んだ。は、体重の管理をしっかり行うようになり、14.6、打数に1本のペースで、本類打を記録し、3年ぶりに、シーズン100試合以上に出場した。打率、230、19本類打、48打点はいずれも、2009年の数字を上回り、実に4シーズンぶりとなる。800以上のアップスをマークした。 1>, 1月20日にニューヨークヤンキースと200万ドルの1年契約を結んだ。打率247、出塁率356、13本塁打、33打点と、かつてほどの成績ではないものの堅実な成績を収めた。オフの10月30日に FA となったが、12月30日にヤンキースと160万ドルの1年契約を結んだ。は 前半戦は244、11本塁打、アップス862と、まずまずの成績を残すも、後半戦は142、3本塁打、アップス511と大きく失速し、最終的には2008年以来の打率1割台を記録した。オフの10月29日に FA となった。 2012年12月16日に東北楽天ゴールデンイーグルスとの契約合意が発表された。1月29日には前年途中からヤンキースに所属していたケイシー・マギーと揃って入団会見に臨んだ。楽天とは1年契約で、背番号は25、同年3月に開催された第3回、WBC のオランダ代表に選出されている。 ウラディミール・バレンティンなどと共にクリーンアップの一角を担いながら代表史上初の WBC ベスト4進出に貢献した。公式戦では開幕戦から4番指名打者としてスタメンに起用。4月5日の対千葉ロッテマリーンズ戦クリネックススタジアム宮城では8回裏に来日初本塁打となる2点本塁打を伊藤義弘が放った。その後は 主に3番、銀次、5番マギーと共にクリーンアップトリオを構成。オールスターゲームでは、ファン投票、選手間投票ともパリーグの指名打者部門で選出された。7月28日には、対ロッテ戦、ケースタ宮城の8回裏に、MLB、NPB 通算2000本アンダ MLB1933 アンダ NPB67 アンダを達成。 9月26日の対埼玉西武ライオンズ戦、西武ドームでは1対3で迎えた7回表の西万塁で、宇宙間へ3点適時2塁打を放って、チーム史上初のパリーグ優勝決定に貢献した。シーズン通算では、翌27日の対ロッテ戦に欠場しただけで、残りの143試合に全て4番打者として出場。打撃面では26本塁打。 94打点という成績を残す一方でリーグ最多の164三振を喫した。打率は243だがリーグ最多の105支給で出塁率は391と高い水準を記録。ロッテとのクライマックスシリーズファイナルステージケースタ宮城では日本塁打を放っている。読売ジャイアンツとの日本シリーズの第4戦東京ドームでは 一回表に先制の三点本塁打を放ったことで、同シリーズとワールドシリーズの両方で本塁打を記録。この記録は、ジョーンズで史上4人目に当たる。なお、マギーは、シーズン終了後の契約期間満了をおきに、家庭の事情などから MLB へ復帰。しかし、ジョーンズは、楽天のナインに、勝利の哲学のようなものを伝えたい、来日を決めた時から、アメリカ、 MLB には戻らない覚悟でいるという姿勢から楽天への残留を決めた。ア監督の星野千一の方針で4番打者に固定されたが、星野から身長1 8 5トルより低いと表現されるほどオープン戦から打率が低迷。その一方で延長12回までもつれ込んだ4月22日の対西武戦楽天コボスタジアム宮城では、 来日初のサヨナラ本塁が5月1日の対ロッテ戦、コボスタ宮城ではシーズン初の1試合に本塁打追っている5月2日の対福岡ソフトバンクホークス戦コボスタ宮城では6回裏の第3打席で放った左中間への大飛球がフェンス直撃の2塁だと判定されたことをめぐって首脳陣にビデオ判定の依頼を要求星野からの依頼を受けた 審判団が打球の映像を確認したところ、打球が外野席のファンを直撃した後で、グラウンドに跳ね返っていたことが判明したため、判定が本塁打に改められた。9月17日の対ロッテ戦では3支球を記録し、来日以来2年連続で100支球をクリアした。また、このシーズンでは、規定打席に到達しながら、安打数99よりも支球数18。 の方が多かったが、これは2リーグ分裂因後3人目、あとの2人は、大貞春が4回とクラレンス・ジョーンズが1回という、珍しい記録となった。楽天は同年限りで、ジョーンズとの契約を終了し、対談が決まった。オフの12月2日、自由契約公示された。2月17日に、グローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対、 欧州代表の欧州代表に選出されたが3月4日に家庭の事情で辞退した。オフの10月12日に第1回 WBSC プレミア12のオランダ代表候補選手36名に選出され10月20日に第1回 WBSC プレミア12のオランダ代表選手28名に内野手として選出された。1月8日に キューバ代表との強化試合のオランダ代表に選出された。3月にフルス・ブレーブスのスプリングトレーニングにて特別コーチとして若手を指導し、ブレーブスから球団殿堂入りの打診を受けたのを機に現役引退を発表した。8月3日に第34回ヨーロッパ野球選手権大会のオランダ代表コーチを務めることが発表された。なお、 第2回フランス国際野球大会でもコーチを務める。両大会で優勝を果たした。10月26日に日本代表との強化試合のオランダ代表ベンチコーチを務めることになった。12月2日に第4回 WBC のオランダ代表コーチを務めることが発表された。MLB 時代には30本前後の本塁打をコンスタントに記録。 さらに頃からパワーが増してきており、本塁打を獲得した同年から2年連続で40本以上の本塁打を放った。その一方で三振も多く、打率がリーグの平均を下回るシーズンも多い。ジョーンズは自分は打率、270くらいの打者、打率よりも本塁打を打って打点を上げるのが自分の役割であると考えていると語っている。初級に強い一方で、 ツーストライクからの打率は低い。相手投手は、この傾向を警戒するあまり、ボール先行の投球になりやすい。さらに、ジョーンズ自身の選球眼も高いため、結果として、死球で出塁することが多い。楽天1年目の2013年には、パリーグ1位の死球を記録した。楽天では入団以来4番打者を務めていたが、2014年7月13日の、対ロッテ戦。 コボスタミヤギーは出塁率の高さを生かすチーム方針から3番打者に起用されている。スイングが大きいため1塁までの到達スピードは4.25秒と平均をやや上回る程度だが1塁から3塁に回る際や守備の際に本来のスピードを発揮していた。外野手として10年連続でゴールドグラブ賞を獲得している。MLB 時代は速であり、 守備範囲も広かったので、守備位置は浅めに守ることが多かった。打球の落下点へ正確かつ素早く向かうことができるため、通常の外野手では、到底取れないような打球も難なく処理し、肩も強く、送球も、正確と、外野手に必要な能力をすべて備えていた。の視察数は493に及んだが、これは外野手の視察数としては、MLB 歴代11位。 1981年以降では歴代一位である。楽天へ入団した2013年にはパリーグが公式戦で指名打者制度を採用していることから同制度を採用しないセパ交流戦のセリーグ加盟球団主催試合を含めても守備についた試合は1試合にとどまった。いずれも MLB 通算で8試合しか経験のない一塁手での出場であったが無失策で守備をこなした。 同年の日本シリーズでは、指名打者制度を採用しない巨人のホームゲーム、K ドームでの、第3から5戦に挑むにあたって、銀次より俺の方が絶対に、上手いという時期素によって、左翼や、中堅の守備についている、銀次が一類種。2014年には、7月3日のオリックス戦、京セラドーム大阪で、来日後初めて、4番、右翼手として、スタメンに起用された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。